英語学習の時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか ?How are you doing everybody?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして情報力をどんどん上げていきましょう。まずこのニュースを字幕ありで確認してニュースの概要を捉えていきたいと思います。その後字幕を使いながらこのニュースのポイントとなる単語表現確認しながらニュースの詳細な意味を捉えていきましょう。 その後同じニュースを字幕なしで確認して字幕なしでニュースの詳細理解できるのか、えー、そして学習した単語表現ですね、えー、しっかり覚えているのか確認していきたいと思いますそしてその後ですねえー、お手本の NHK ワールドニュースのキャスターのお手本英語を真似しながら原稿を音読することによって日本人が苦手という スピーキング力を上げていきたいと思います一通りこのニュースから情報を得たのは What did you w a n t f r o m this news あなたはこのニュースでどんな情報を得てどんなことを感じたんですかということを Let's speak out your opinion in English あなた自身の言葉で英語でスピーチする練習より実践的な練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います一緒に英語力と情報力をどんどん上げて

Der Spiegel reported on Thursday that Russia is in talks with a Chinese firm about buying 100 drones to be delivered by April. The magazine said the drone is a type that carries explosives and blows itself up when it hits a target. They are similar to the Iran developed drones used by Russia. The Chinese drone could reportedly carry a warhead weighing up to 50 kilograms. The report said the company is also planning to set up a production site in Russia. The magazine says. Another company controlled by the Chinese military had planned to supply Moscow with spare parts for Russian warplanes. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Saturday conveyed to China's top diplomat Wang Yi his concern about Beijing's possible support for the Russian military. Blinken told Wang that it would be a serious problem should China offer military support to Russia. Der Spiegel reported that German Chancellor Olaf Scholz. どうでしょうか字幕ありでニュースを見てみましたけれどもニュースの全体概要を捉えられましたでしょうかそれではですね、このニュース原稿を使いながら字幕を使いながらポイントとなる単語表現そしてニュースの詳細の意味一緒に捉えていきましょう。中国がですね、ロシアのドローン 軍用のドローンを提供するんではないか、準備をしているということをドイツのメディアですね。伝えているというこういうニュースですね。えー、ではここですけど、mean はよ一方でということですね。一方でまあ、前のニュースの次からですね。じゃあまあメールポーリングじゃんとえドイツのメディアがですね。こう伝えているということで、ロシア is about to be about to で、すぐに何々しそうだということですね。get military support from China。 中国からですね、軍、軍、軍用のサポート、支援を be about to も受けそうだということですね。えー、そしてこのメディア、ドイツのメディアですね。reported on Saturday ということで、木曜日に、ロシア is in talks with Chinese firm about buying 100 drones to be delivered by April ということで、4月までに軍用のドローンをですね、中国から buying, 買うという話をロシアとしている。 ということですね。The magazine said ということで、このドイツの、えー、マガジンですけれども、The drone is a type that carries explosives and blows itself up when it hits a target ということで、このドローン、軍用ですので、explosives 爆薬を運ぶ、そしてですね、blows itself up それ自身もですね爆発する when it hits a target、まあ、ターゲットに当たった時に爆発するというものですね。 They are similar to the Iran developed drones used by Russia ということで、す、え、で、ー、に、えー、ロシアというのはイランのですね、この軍事用のドローンを使っていますけれども、シミラータイプ、シミラーということで、そのドローンと似ているということですね、えー。さらに懸念事項がありますけれども、増えてきましたけれども、この部分ですね、単語、表現、押さえておきたいもの、押さえておくべき単語表現見ていきましょう、えー。be about to ですね。be about to. もうすぐに何々する予定だっていうことですね。be about to. 今にも何々しそうだということですね。ロシア is about to get military support from China. 中国からロシア。もう今にも言ってるうちに、えー、軍事支援を中国から受けるぞとこういうことですね。えー、そして次ですけども。explosives。爆発物ですね。爆弾ですね。えー、そして brose app.brose p まあ、破裂するとかですね、えー。そういう意味がですね、blow itself up、えー。それ自身が、まあ、破裂するということですね。そして similar というのは類似のとか似ているという意味ですね。えー、このあたりの単語表現を覚えておきましょう。えー、では次ですね。The Chinese drone reportedly carry a warhead weighing up to 50kg ということで、中国のこの軍事用ドローンですけれども、reportedly 伝えられるところによると、 Up to, 重さですね。50kg までワンヘッド。まあ、爆薬をキャリー、運ぶことができる。というふうに、レポート通ドリー伝えられているということですね。えー、そして、The report said、ということで、えー、この報告によると、The company is also planning to set up a production site in Russia ということで、なんということだということですけども、この中国のドローンを作っている会社ですね。Planning to set up a production site in Russia. なんとロシアにこのドローンの軍用ドローンのプロダクションサイト生産基地までセットアップ、まあ、作る計画があると伝えているわけですね。Uh, the magazine says、uh, このマガジンによると、Another company controlled by the Chinese military. まあ中国軍がですね、コントロールしている他の会社も had planned to supply Moscow with spare parts for Russian planes ということで、 まあ、ロシアの軍用機用のスペアパーツを供給する、えー、準備もです、ね、しているということで、<laughs> もうロシアとです、ね、中国がもしこの報道が真実であるならばです、ね、中国とロシアが、まあ、実質、まあ、軍,軍事的なです、ね、つながり、えー、軍,軍的な えー、サポート、ロシアにするということで、非常に、まあ、世界のです、ね、地図がまた変わりそうな、非常に重たい情報ですよね。えー、では、この部分、押さえておきたい単語、表現ですけれども、レポートドリーっていうのは、伝えられるところによると、報道によるとということですね。weighing up to、重さ何々までということですね。weighing up to 50kg、50kg までですね。えー、そして、 ワヘッド。前後しましたけど、ワヘッドというのは弾頭ですね。ミサイルの弾頭とかそういう意味ですね。えー、そして、セットアップ。立ち上げるという意味ですね。セットアップ。えー、そして、プロダクションサイド。まあ、生産基地ですよね、えー。そして次ですけれども、サプライというのは供給するという意味ですね。えー、このあたり、えー、ワープレインズ。まあ、これは、 戦争用の軍事用の飛行機ですね。Warplanes、ね。この辺りの単語表現を押さえておきましょう。えー、では次ですね。見ていきたいですけれども。U.S. Secretary of State Anthony Brinken on Saturday conveyed to China's top diplomat 1E his concern about Beijing's possible support for the Russian military ということで、アメリカの国務長官のブリンケンさんが中国の外交トップの ワン・イー、e、さんですね。この右側に映ってる人ですけれども、左側がブリンケンさん。まあ、土曜日に会談をして、この懸念ですね。中国、ロシアに武器を供給するんじゃないかっていう懸念をコンベイ、まあ、伝えたということですね。えー、何なんと言ったかというと、ブリンケン told one that it would be a serious problem should China offer military support to Russia。アメリカ、えー、国務長官の場 ブリンケンさんがですね、中国トップにもし中国がロシアにですね、ミリタリーサポート、軍事支援ですね、えー、すると、It、will be, それはですね、シリアスプログラム、まあ、とんでもない問題、とても重い問題になるとなりますよとこう伝えたわけですね。えー、そしてこのドイツの、えー、マガジンによるとですね、ジャーマン・チャンスラー・オラフ・ショルツ、ドイツの首相のオラフ・ショルツ首相もですね、エクスプレスと ロシアが中国に対して軍事支援をするということへのコンサーン、懸念をです、ねまあ、表明しているということで、まあ、各国がです、ね、機密情報部隊を持っていますので、火、まあのないところに煙は立たないではないですけれども、まあ、実際に中国がロシアにですね、 軍事支援をしようとしているんだろうなということが読み取れますよね。非常に恐ろしいですよね。まあ、この部分で覚えておきたい単語。convey というのは伝える、伝達するという意味がありますね。convey。conveyor belt ってあると思うんですけども、日本語でもコンベアベルトあの、あれはもう物をですね、乗せてベルトの上運んでいく。コンベ v ですね。えー、伝える、運搬する。そんな意味がありますね。convey。 覚えておきましょう。えー、そして、Diplomat, Top Diplomat, 外交トップというんですね。Diplomat, 外交という意味がありますので、外交トップという意味ですね。Concern, 懸念ですね。覚えておきましょう。懸念。えー、そして、Serious Problem, 重たい、重大なプログラム、問題だということですね。Serious Problem, この Ood ですけれども、これは 起こりそうな未来のことを言うときに使いますね。何々だろうと。こうなるんだろう。みたいな感じですね。It w o u l be a serious problem. もし中国はロシアに武器供給するということがですね。まわ、あ、かって実際にしたならば、It w o u l be a serious problem.、ね、とても重たい。大問題になるだろうと。とこう警告してるわけですね。アメリカ側は。Express、えー。表す。というですね。Expressed his concern. で、彼の懸念を 表表現すすする、表すっていうですね、この辺りの単語表現を覚えておきましょう。さあ、それではですね、全体の意味を捉えてポイントとなる単語表現確認しましたので、字幕なしでもう一度このニュースを集中して見ていきたいと思います。字幕なしでニュースの詳細を理解できるのか、学習した単語表現をしっかり覚えているのかどうか、もう一度確認してみていきましょう。では、Let's check this news again with t h t subtitles. Meanwhile, Meanwhile, German, German media, media is reporting that Russia is about to get military support from China. Der Spiegel reported on Thursday that Russia is in talks with a Chinese firm about buying 100 drones to be delivered by April. The magazine said the drone is a type that carries explosives and blows itself up when it hits a target. They are similar to the Iran-developed drones used by Russia. The Chinese drone could reportedly carry a warhead weighing up to 50 kilograms. The report said the company is also planning to set up a production site in Russia. The magazine says... Another Another company controlled by the Chinese military had planned to supply Moscow with spare parts for Russian warplanes. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Saturday conveyed to China's top diplomat Wang Yi his concern about Beijing's possible support for the Russian military. Blinken told Wang that it would be a serious problem should China offer military support to Russia.

語彙力、表現力を増やしていくということで、スピーキング力、語彙力、表現力、どんどん上がっていきますので、いろいろな英語を見ていきましょう。えー、聞いていきましょう。そしてですね、次は、英語を話す練習いきたいと思います。音読練習ですね。日本人、英語が話すのが苦手と言われていますけれども、私はですね、その原因の一つは、英語を話すことに慣れていないと思います。なぜなら、日本に住んでいると、特に英語を話せなくてもですね、全然生活に困らないですよね。 ただ、それではですね、英語のスピーキング力上がっていきませんので、日本にいながら音読練習とかですね、シャドーイングの練習をして、とにかく英語を話す、練習をして英語を話すことになれるということが大切ですので、今から視聴者の皆さんと一緒にたくさん英語を話していきたいと思います。口の筋肉がですね、筋肉痛になるぐらい、疲れるぐらい、いつも使っていない英語用の口の筋肉、マウス、マスル、使ってたくさん英語を話していきましょう。 やり方は非常に単純明快で、この左側のお手本英語ですね。NHK のキャスターの方のお手本英語を部分部分聞いて、それを真似して右側の原稿を音読する。これを繰り返すことによって、確実にスピーキング力が上がっていきますので、たくさん英語を一緒に話していきましょう。それでは、左側のお手本英語を集中して聞いて、その後右側の原稿ですね。音読していきたいと思います。では、Let's speak in English out loud as much as possible. Meanwhile, German media is reporting that Russia is about to get military support from China. Der Spiegel reported on Thursday that Russia is in talks with a Chinese firm about buying 100 drones to be delivered by April. The magazine said the drone is a type that carries explosives and blows itself up when it hits a target. They are similar to the Iran developed drones used by Russia. The Chinese Meanwhile, German Med is reporting that Russia is about to get military support from China. Josh Beagle reported on Thursday that Russia is in talks with the Chinese firm about buying 100 drones to be delivered by April. The magazine said the drone is a type that carries explosives and blows itself up when it hits a target. They are similar to the Iran developed drones used by Russia. ですね。では次の部分ですね。左側の日本英語しっかり集中して聞いて、その後。 The Chinese drone could reportedly carry a warhead weighing up to 50 kilograms. The report said the company is also planning to set up a production site in Russia. The magazine says another company controlled by the Chinese military had planned to supply Moscow with spare parts for Russian warplanes. The Chinese drone could reportedly re carry a warhead. Weighing up to 50 kilograms, the reporter said. The company is also planning to set up a production site in Russia. The magazine said another company, called, controlled by the Chinese military, had planned to supply Moscow with spare parts for Russian warplanes. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Saturday conveyed to China's top diplomat Wang Yi his concern about Beijing's possible support for the Russian military. Blinken told Wang that it would be a serious problem should China offer military support to Russia der spiegel reported that german chancellor olaf scholz has also expressed his concern to china over possible support for russia u.s. secretary of state anthony blinken on saturday conveyed to china's top diplomat wang yi his concern about beijing's possible support for the russian military blinken told wang that it would be a serious problem should china offer military support to russia Josh Big reported that German Chancellor Olaf Scholz has also expressed his concern to China of a possible support for Russia. さあどうでしょうか皆さんもですねたくさん英語話しましたでしょうかお手本を真似してどんどんシャドーイングとかですね音読することによって英語を話すことに慣れて発音、アクセント、マスピード、リズムそういったものもどんどん、えー、向上していきますので日本にいながらたくさん英語を話していきましょう それでは次はですね、What did you learn from this news? ということで、じゃああなたはこのニュースから情報を英語でやって、あなたはどんなことを思ってどんな情報を得たんですかということを自分の言葉で話す練習、スピーチ練習したいと思います。より実践的な練習ですね。使うのは今画面に映っているこの Google 自動翻訳ですね。英語から日本語の設定にしておいて、このボタンですね。音声入力による翻訳ボタンを押して、英語でスピーチすると、 なんと話したい語すべて Google が文字に起こしてくれます。左側には英語、右側にはその日本語訳表示されますので、スピーチが終わった後に自分がどんなスピーチをしたのか、しっかり意味の通るスピーチができているのかということを英語と日本語で確認することができます。これを繰り返すことによって確実にですね、より実践的な自分の思いを英語で相手に伝えるという練習、そしてその能力がどんどん ししていくのでしっかりこの練習も一緒にしていきましょう。で、えー、ではですねこのボタンを押して私がこのニュースを見た後の感想、思い、得た情報なんかを話したいと思います。Let's speak my opinion in English. Well, this is how can I say very disappointed news reported by German magazine. According to this news, china is about to provide military drones to russia about 100 units if this is true what i'm concerning about is the relationship between united states and china the relationship is already very bad situation right now but it will be much deteriorated if this is true this report is true because secretary of united states secretary general brinken already conveyed american message to china it would create serious problem if china provide russia military support if china Actually provide military drone to Russia, it can be said that China ignored American message. So, of course, the relationship between two countries is getting worse and worse. And what I as a Japanese have to concern is that if United States will put economic sanction on China, due to this action, I, I have no idea what will happen to Japanese economy because Japan and China has a very huge business ties, each other. And if sanction or like that is implemented on China, business situation of japan will be changed drastically. so, we have to wait the truth of this report, whether actually china provided military drone to russia or not. but if this is true, we're going to see very, how can i say, consequences、Very serious consequences。こんな感じでですね、えー、このニュースを見た後のスピーチしてみましたけれども、左側に話したい語、そのまま同時に起こされています。そして右側にですね、その日本語訳が出ていますけれども、日本語訳少ないなと思ったら開業などをしてですね、すると、まあ,あ、しっかりと訳してくれますので、開業なんかも使いながら、 えー、しっかりと英語と日本語訳整えてですね、えー、確認していきたいと思います。そしてこのボタンですね。音声、音声を聞くボタンっていうのがあるんですけども、これを押すと、なんと、Google がですね、この英語を音読してくれますので、自分のスピーチを英語で聞き直しながら、右側の日本語とですね、照らし合わせて自分のスピーチを振り返ることができます。 ススピピーーチチののののの内容ははししっっかかかりり意味ががが通通るるるるるようううになててていいいででででききそそそ自分の発音、アクセント、ますすね、えー、そういうものを振り返ることができますそれでは私の英語のスピーチを振り返ってみましょう。Let's check my English speech.Well, this is, how can I say, very disappointed news reported by German magazine. According to this news, China is about to provide military drones to Russia. About 100 units. If this is true, what I'm concerned about is their relationship between United States and China. The relationship is already very bad situation right now that it will be much deteriorated if this is true. This report is true because Secretary of United States Secretary General Brinken already conveyed American message to China. It would create serious problem if China provide Russia's military support. If China actually provide military drone to Russia, it can be said that China ignored American message. So of course the relationship between two countries is getting worse and worse. And what I, as a Japanese, have to concern is that if United States were to put economic sanction on China due to this action, I have no idea what will happen to Japanese economy because Japan and China has a very huge business ties each other. And if sanction or like that is implemented on China, business situation of Japan will right. be changed drastically. So we have to wait the truth of this report. Whether actually China provided military drone to Russia or not, that if this is true, We gonna see very how can I say consequences very serious consequences こんな感じでですね自分のスピーチ英語と日本語で振り返ることができますのでしっかり意味の通るスピーチができているのか発音アクセントまあですね使っている単語表現文法なんかも振り返ることができますえ非常に 実践的なスピーチ練習をするのに、この Google 自動翻訳、無料ですけれども、使えると思いますので、視聴者の皆さんも、えー、自分の思いを相手に英語で伝えるというスピーチの練習をしてみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょう今回の時事ニュースで英語学習、AKENQ カジチャンネルですけども、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と、そして情報力をどんどんアップしてみました。 皆さんはこのニュース、情報を得てどんなことを思われましたでしょうか中国が本当にロシアに軍用のドローン、軍事支援を始めるとなるとですね、もうアメリカと中国の関係がもっともっと激化して大変な時代に突入しそうだと私は個人的に考えていますけれども、視聴者の皆さんはどんなことを思われましたでしょうか引き続き、 Thank you very much for watching my video till the end. I hope you like my video. If you like it, please subscribe to my channel. Let's improve our English skills and expand our information knowledge together step by step. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.